センダップベラは1953年から1964年まで西ドイツのオートバイメーカーのセンダップ社が生産していたスクーターである。キックスターターと伸縮式フォークを備えた初期のベラベラの設計はイタリアのパリラグレーハウンドという名でも知られるパリラレブディエールの影響を強く受けていた。全体的な外観とともにファンなしでもエンジンの冷却ができるように スクーター本体の中心線に沿った特徴あるシルベ風トンネルの構造も類似していた。1953年の発売時にベラは 146cc の2ストローク短気筒エンジン、12インチのタイヤ、6ボルトの伝送品、キックスターターとンドンプとテレスコピックフォークを備えていた。燃料タンクは座席に下に据え付けられていた。 サバーバネットと呼ばれるベラの中の一モデルが1953年から1954年にかけてアメリカ合衆国向けに生産された。サバーバネットは通常のベラからエンジンを覆っているボディパネルを取り外したものであった。370台のサバーバネットが販売された。10HP の出力を発生する 197CC エンジン版は1954年5月から 販売された。後にフロントサスペンションは、テレスコピックフォーク式から、フォークの左側にのみ、干渉装置を備える r ズフォーク式へと変更された。後期型のベラは2つの 6V バッテリーから、供給される 12V の電装品を装備し、セルモーターも備えるようになった。ベラは、イギリスには、アンバサダーモーターサイクル社、アメリカ合衆国には、 インターナショナルモーターサイクル社により輸入された。エンジン排気量 150cc から 200cc までの約13万台のベラが販売された。ありがとうございます。